今日は曇ってますが、なかなか寒い陽気となっています。これからどんどん寒くなっていくでしょう。台風が来ていますが、その台風の影響もあると思われます。最近よく考えるのが、周辺国のことです。日本も相当我慢している状況でした。そういう状況も分からずに突っ走っている周辺国も、また正しい方向へと向かわなければいけないと感じます。それが分かるようになるには、また時間もかかるでしょう。あと3年で周辺国がどうなっているか、日本側に寄ってくれればいいのでしょうが、それはなかなか難しい状況となっています。それならそれで、対応の仕方もあるのかなと。第一列島線を変える、防衛のラインを変えるということですね。そういえば、周辺国も自主建造する潜水艦があります。まだまだ大きさもそこまで大きくありません。性能ですが、どんな潜水艦か未だわからない状況です。が、聞いた話じゃないですが、すべてもう情報把握しているという話も聞きます。自衛隊、海上自衛隊による情報収集もまたかなりすごいと感じています。
予想の範囲ですが、多分中国に近い潜水艦じゃないのかなと。静粛性に優れている潜水艦は日本以上にないと感じます。アメリカ、ロシアの潜水艦もありますが、やはり原子力特有の熱、熱探知によりやはり見つかるのかなと。日本は熱を発しないですから、それだけすごい。なんかフェイスがすごい。一つやはり潜水艦ですごいと感じるのは、よくあんな狭いところで任務が行えるなぁと。それも相当長い期間です。昼も夜も分からず、自分の居場所さえもわからない。プライバシー空間がない状況で、やはり過ごす時間というのは相当精神力が鍛えられなければならないことでしょう。並大抵の適性では潜水艦には乗れないと感じます。私も潜水艦には興味がありますが、まだ遠くから見たぐらいで、近くで見たり乗ったりなどはできていません。潜水艦に乗ることができるのは体験で、32歳以下の成人だけでしょう。一度乗ってみたいですね。そういえば周辺国を自主建造する潜水艦があります。まだまだ大きさもそこまで大きくありません。性能ですが、どんな潜水艦か未だ
わからない状況ですが、聞いた話じゃないですが、すべてもう情報把握しているという話も聞きます。自衛隊